近藤博樹は、広島県広島市出身のプロ野球選手、宇藤右内、東京ヤクルトスワローズ所属。広島市立三入東小学校4年時から、ソフトボールチーム三入東ジュニアへ、所属三入中学校への在学中に、軟式野球をスタート。広島市立浅北高校への進学後は、1年夏の選手権広島大会から、ベンチ入りを果たしたが、 2年秋の広島県大会での準々決勝進出が最高成績で、3年夏の選手権広島大会では3回戦で敗れた。岡山商科大学への進学後は、1年時の春から中国地区大学野球のリーグ戦に登板すると、2年の春季リーグ戦ではリーグトップの5勝を記録。 同期生の倉本春高とのダブルエースで臨んだ4年の春季リーグ戦では7勝1敗、防御率1.00という好成績で MVP とベストナインへ選出され、チーム10期ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。その後に進出した第66回全日本大学野球選手権大会では、近畿大学との初戦に登板すると、9回2失点の高頭で勝利した。続く、 和歌山大学戦では先発で4点を失った、増本の後を受けて3回表の途中から休援、6回に3号無失点でしのいだが、チームの勝利にはつながらなかった。4年の周期リーグ戦では3勝を挙げたものの、チームは2位に終わり、明治神宮野球大会への出場を逃した。大学3年の冬には、大学日本代表選考合宿に参加。 代表には選ばれなかったものの、翌4年春の中国地区大学野球リーグ、徳山大学戦では、NPBMLB 合計7球団、全国大会へのデビュー戦でもあった。全日本大学選手権の1回戦には、合計14球団のスカウトが、近藤の投球を視察した。2017年度、NPB ドラフト会議にて東北楽天ゴールデンイーグルスから一巡目指名を受けた。 楽天は、生宮幸太郎、村上宗隆への指名重複による抽選で、独占交渉権を逃した末の単独指名であったが、契約金8500万円、年俸1500万円という条件で入団。背番号は12。なお、この会議では、増本を東京ヤクルトスワローズから3巡目指名を受け、後に入団している。 2018年シーズンは6月6日の対読売ジャイアンツ戦への先発登板で公式戦上のデビューを果たしたが5回の投球で右ふくらはぎや右太ももに痙攣を発症して降板しチームも敗れたため6アンダに失点という内容で初黒星を起死した2020年シーズンは11月8日から始まった宮崎フェニックスリーグのメンバーに入っていたものの 同月14日に戦力外通告を受けた。現役続行を目指し、トライアウトを受ける予定としていたが、実際には参加しなかった。楽天時代に結果を残せなかったことについて、故障の影響があったと各紙で報じられることがあったが、楽天時代の近藤は一度も故障しておらず、近藤本人はどこからその話が出ているのか、ずっと不思議でと否定している。 楽天時代の一軍投手チーフコーチで、翌シーズンから東京ヤクルトスワローズの一軍、投手コーチ復帰が決まっていた伊藤敏人は、近藤戦力外の報道を聞き、球団に、こいつは変わるかもしれないんで、獲得してもらえませんかと打診。2020年12月14日、ソフトバンクから戦力外通告を受けた小沢霊氏と共にヤクルトと育成契約を結んだ。 背番号は012。ゾーホントサイドチームメイトとなった。2021年の春季キャンプは育成選手ながら一軍に振り分けられた。投資コーチの伊藤の指導によるシュートを生かした投球の回もあり、オープン戦3試合で計算イニング無失点の高騰を見せるなどして、シーズン開幕前の3月15日には支配下契約に移行された。背番号は52。 開幕1軍入りし、3月26日の開幕戦の対阪神タイガース戦から1点ビハインドの場面での救援投手として起用された。以降も救援投手として起用され、開幕14試合連続無失点を記録するように、高騰を続けると、次第にリードした展開の終盤も任されるようになった。交流戦前までにチームトップの試合数の当板を続けていたが、 5月26日の対、日本ハームファイターズ戦の途中当番で初級のシュートを投じた際にすっぽ抜け、直後から右肩に違和感を抱き、その一球を投じたのみで緊急降板。翌日、上半身のコンディション不良で一軍登録を抹消された。後に、コンディション不良の内容が右肩の肉離れであることが、球団社長、木野沙ツより明かされた。 大柄な体格から放つ最速時速1 5 3トルのストレートと多彩な変化球が武器。楽天時代に投手コーチの伊藤敏人からシュートの習得を勧められ、ある程度ものにはしていたものの、それまで築き上げてきた投球スタイルから脱却する勇気が出ず、実戦で投げることはあまりなかった。ヤクルト入団後に再度伊藤からシュートを生かすことを勧められ、 一年目の春季キャンプで臨時コーチを務めた古田敦也から評価されるほどの変化球となった。2021年のオープン戦の高騰は、シュートを配球の中心にしたことが要因とされ、開幕後も球種の6割近くがシュートを占める。シュート系のボールでストライクを奪いつつ、ゴロアウトを取っていくのが強みと打たせて取る投球を心がけている。 憧れの選手は黒田博樹。既婚。楽天から戦力外通告を受けた時は、娘が生まれたばかりだった。家族がいたからこそ、養わないといけないし、こんなところで終わるわけにはいかないという気持ちで、現役続行を決意し、一人身だったら気持ちが切れていたかもしれないと語っている。ありがとうございます。